はい、えー。テニスナジの白川です、えー。今日はですね、えっ、ー、と、まあ、ジュニアテニスですね、まあ、一つのショットに1年以上かける、もう1年3年かけるんですよね。まあえー、聞いてると、えっ、ー、とし、白川ーチでもそのブロッカかなんかには、あの、1年で、えー、1回戦負けが、あの、県大会の決勝まで行ったじゃないですか。で、あれは嘘なんですかみたいな、こう話をね、えー、されたらちょっと困るので。まあ、確かにね、その、まあ、その、地方の県大会ぐらいっておかしいですけど、 であれば、1、2回戦の子をまあ決勝目で上げるってもう何人もいたので、それ難しくないですよね。近年では全くの,その公式未経験者、まあ、でも何式やってたっていう子が、1年ちょっとで、1年もかからなかったかな、えー、と県のもう一桁上がって、関西上がってってっていう風な、えー、ジュニアもいます、えー、奈良の方でも、まあ もう今まで何人かも12回戦負けがもう決勝上がってっていうねあのまあ、男子も女子も、えー、おりましたけどもなかなかそこになるとね今度大阪とかなってくるとね難しいでしょうね層がこう熱いのでそれでもね、えー、中学から始めてまあ高校に入るぐらいまでにはもう,もう上位までいってるっていうのとかまあえっ、ー、と。 大阪で1何位ぐらいだったのが、もうここ入ってから、もう大阪のベスト8ぐらいまでこう行ってるとかえ、そういうふうな、ねえー、と活躍はしてるので、確実に上がってるのは上がってるんですよ。ただ、まあ今回ねえ、もっとその上のねもう世界目指すとか、またこう全国のジョインっていうふうなことになってくると、あのそこで用いるっていうか使うショットがもう全然変わってくるので、質がね、 なので、あのー、もうこれにはもう何年もかけてますよね、近年、私が持ってる子であれば、ストロークの、ね、質をいかに高めるかってもう、ずっとね、もうラリーでね、同じことばっかりやってるんですよ、もうずっとね、保護者も一緒でずっとこう見てますけど、多分思ってるんですよね、なんかいつも同じだなとか思ってるかもしれないですけど、もう私の中にはもうコンセプトがあって、まあ、お,お母さんらにも伝えてるんだけど、もうとにかくその質を上げていきたい、まあ、ここでちょっと詳しくちょ話すと長くなるのでね。 えー、そこを伝えてるんですね。おそらくあとねちょっと経ったらね保護者わかると思うんですよ。あこのことかーって多分わかると思うんですよ。でもねその質ってねもうパンコラパンコラ打つていう意味でもまたないんですよね。でもそこを突っ込んてまたなかなか難しいんですよ。 まあ、あくまでもそれはもうプライベートとか、もう一対一とか、もうできるだけパーソナルで受けてるジュニアに関して、グループレッスンではなかなかね、ちょっと難しい部分はあるんですけど、そんな感じでね、まあ取り組んでいくんですよね。で、ちなみにね、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、日本一になって、日本代表になって、もう世界の4まで行ったジュニアの場合ね、もう元々その世界で戦うっていうことを言ったんですよ。でも体大きくないんですよね。じゃあどうするっていうことになると、もう、 もう体じゃ勝てないよねって、で、めちゃくちゃいいボール打つんですよ。めちゃくちゃボールいいっていうのを、初戦日本人ですから、じゃあどうすんのっていうことを考えたら、まあ、戦闘機に例えたらね、もう強力なミサイル持って、強力なエンジンっていうのも考えられるけど、これ限界あるよねと。限界がある。じゃあどうすんのって、相手に分からないうちに相手を先に発見しろよということで、まずね、レーダー、えー、レーダーと、それとコンピューター、つまりもう電子機器を徹底的にね、 えー、もうチューニングアップしようというふうなことをもう考えましてもう人より早いタイミング早く早く早くっていうねそこをやりましたねだから何かやった方も本当にもに神経系統ですよねで最初にね取り組んだのがね、まあ、スプリットステップかスプリットステップないんですよね スペインフットワークの,、ね、あの一部でカンビよって言ってすぐ横向くんですよ。もう横向くってすぐ前後に動くっていうね、カンビヨっだからショートラリーで私がボールポンと打つと打つと同時にもうすぐその方向を向けるっていうことからね、最初から始めました。ですねえー、でそれからね、そのショートから始まっていって、最後ロングはね、私がボールを打つまでに、えー、っと右か左かってこう当てさせていくんですけど、その、その、えーっとその あのショートラリーか完備をさせる後のロングラリーだけで1年以上かけましたね。で、毎回プライベートでずーっと、でその単にね右左で上げ当てさせるだけじゃないんですよ、もうね、質をねもう落とさないで上げさせるっていうのがすごくこう大事なんですね、でその時のがね、テレビ局がね取材来たんで、あるので、一回ね、ちょっとね、あの見てください。 の打球を予測し、試合のラリーでも対応できるようにする練習。いかがでしょう。あの、こういう感じでやるんですね。でも、あえて私はもうボールを打つ前に右か左か当てさせるわけですよ。簡単にできますよ。それ。どれがかかると思いますよ。もう、そんなもう一年半、二年、三年そ、そんな最初の完備をやったら三年ぐらいかかってますよ。なので、あの。 そのレベルね、世界で戦うためのレベルっていうことで考えていったら、もう一つのショートを作るの、本当、何年も何年ももう,もうかかっちゃうレベルなんですよね、極端に言えば。な,なのであの、多いのはもう何回もね、まあ、プライベートを詰めてもらうのは、それはありがたい、もうあの詰めるのは詰めた方がいいです、でもね、続かないんですよね、正直言って。 それをもう何年もこう積み重ねてやるっていうことがすごくこうもう大事になってきます、1つのショットをやるのにしてもね、別にプライベートを受けなくても、自分で意識してできる子はいいですよ、ちゃんとやればいいです、でも、すごく時間のかかることなんですよね、でそれを、ね、この保護者の人に分かってほしいんですよ、でもうすぐできると思われたらやっぱ困るから、だからもう動画見てのりもり、もうこれだけ、ね、時間がもうかかるもんだという,ふうなことを、ですね、ちょっとあの理解しておいてほしいなと思います。 なのでもうち,ょっとやちょっとプライベートやってできたショットって誰でも真似できるから誰でも,できるんですよでも本当に世界で戦えるようなやつのショットって真似できないですからね、えー、そういうとこから、えー、やってるということをねちょっと、えー、理解してほしいなでまたそんなショットをね本当にね取り組んでいきたいっていうこうねが出てくるのをね私もこう待ってるのでそんな人がいたらね、えー、ぜひ えとうちの方のね、えーと、情報をね、ブログでも何でも出してるんで、見てください。で、またよかったらね、あのここに、あの、えっ、ー、と、なんだ、あの登録ですね、えー、チャンネル登録もできるんで、いろんな情報がねあの、できますから、ぜひ、えー、登録してねあの、またよく見ていただけるとあの、思います。では、頑張ってください。